シュトゥルーデルシュトゥルーデルは、詰め物を、幾層にも巻く甘い菓子であり、クリームを添えて供されることが多い。18世紀に、ハプスブルク君主国中で知られるようになり、人気を得た。シュトゥルーデルは、オーストリア料理と最も結びついているが、以前のオーストリアハンガリー帝国に属する、この地域全体の伝統的な菓子である。国外ではあまり知られていないが、 特に肉や野菜をくるんだものは粉の食事とも呼ばれ、その名の通りそれだけで立派な食事として扱われることも多い。最も古いシュトゥルーデルのレシピは1696年の手書きのレシピであり、ウィーン市立図書館が所蔵する。この歌詞は東ローマ帝国、または中東の歌詞と類似した起源を持つ。それがクロアチアとボスニア経由で、 オーストリアの食卓に持ち込まれているため、ブレックからの派生と言える。他にも、イタリアのピザ生地の元になったと、様々な菓子や料理の元であるという説がいくつもある。ストルードルというドイツ語の名前は、中世ドイツ語で、渦や渦巻きを意味する語の派生である。英語の、ストルードルは、ではドイツからの借用語である。ハンガリーでは、レーテッシュ、スロベニアではシュトルデリ。 または、ザビテク、チェコではザービン、または、シュトルードル、スロバキアではザービン、または、シュトルードラ、ルーマニアでは、シュトルデル、クロアチアではシュトルドラ、または、サビアチャと呼ばれる。シュトルーデルは、ブラジル南部、ボスニアヘルツェゴビナ及び他の旧ユーゴスラビア各国でも、人気である。アプフェルシュトルーデル、最も有名なシュトルーデルの種類は、アプフェルシュトルーデル及びトップフェンシュトルーデルである。 他には、サワーチェリー、サクランボとケシの実のシュトゥルーデルや、星ぶどうがある。また女帝マリアテレジアが愛したミルヒラームシュトゥルーデルも、オーストリアでは好まれている。ほうれん草、キャベツ、カボチャ、ザワークラウトが具の塩味のシュトゥルーデルもある。伝統的なオーストリアのシュトゥルーデルの歌詞は、世界の他の地域で供されるシュトゥルーデルの広や、パフペーストリーとは異なる。 伝統的なシュトゥルーデルの菓子生地はとても弾力がある。グルテン成分を多く含む黒粉、卵、水とバターで作り、砂糖は加えない。次に生地を寝かせて活性化させ、手作業で非常に薄く押し伸ばす。厳密には、それを透かして、新聞を読めるほどの薄さであるとの逸話もある。伝説では、オーストリア皇帝の料理人が完全に主義者であり、 それを通じて、ラブレターを読むことができたと言われている。薄い生地は、布巾の上に広げられ、詰め物をその上に塗る。上に詰め物を乗せた生地を布巾を使って、丁寧に巻いて、オーブンで焼く。オーブンで焼いた、シュトゥルーデルアメリカのピルスベリー社は、トースターストルードルというシュトゥルーデルの一種を販売している。ポップターツと類似している。2003年に、シュトゥルーデルは、 テキサスの公式な歌詞となった。1920年代から1930年代の中央ヨーロッパからの多数の移民により、シュトゥルーデルはイスラエル料理の一部となり、ヘブライ語に取り入れられた。電子メールの普及に伴い、単価記号はヘブライ語で俗に、シュトゥルーデルというようになった。w i k i デ e d i a Commons には、シュトゥルーデルに関するかけゴりがあります。 ありがとうございます。